えそうだ。
もっと強くなりたい。冗談じゃねえぜ、この数切っても切ってもキリがねえ。ダメだ、ライン、そっちに逃げちゃ。ライン、シュルク、モナドの力？危ねえ！ない！待ち伏せとは雲のくせに知恵が回るじゃねえか。やるぜ、シュルク！これならいける。いやー、オーラッパー、ハ
やっぱすげえな、モナドは。鬼神兵をぶった切るだけじゃなかったんだ。ライン、一つだけ分かったことがあるんだ。え？僕が見る未来は決定された運命なんかじゃない、警告みたいなものなんだと思う。警告？そう、何もしなかったら、何もできなかったらこうなるぞっていう警告だったら、僕はこの力を使って未来を変えてみせる。そうだな、その力をうまく使ったらきっと喜んでくれるさ、フィオルンも。うん、さあ行こうぜ、巨神の膝まであと少しだ。
何度見たって見慣れることないよな、こりゃ。あの雲の向こうは。ああ、俺たちの敵、鬼神界だ。僕たちの敵。俺らが登ってきたのが巨神のすねのあたりだから、ここは巨神の膝小僧ってとこかな。ああ、でこの先が目指すコロニー6だ。あそこから登れそうだよ、ライン。よし、行こうぜシルク。俺に任せとけって。はっ、オーラッパー。ほら、俺に任せろ。というわけにはいかないんだ。気を引き締めていこうぜ。
あらまあ、おうわ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 、はい、おいシュルク、あれを見ろよ。煙が昇ってる。誰かが焚き火してるのかもな。なんかうまいもんにありつけるかもしれないぜ。あんな場所でしないと思うけど、まあ気になるし行ってみようか。